はい、楽水で上の蓋の方を折ってみます。はい、まず四角に跡をつけます。はい、跡をつけたら中心に合わせて、たら次にこれを中心で、こちらも跡をつけるだけつけといて中で折ります。はい、しっかり折り線つけといた方がいいです。で次こっち頭の中に印をつけておいて、この中心に向けて折ります。はい、折り線をしっかりつけたら開きます。で片方の両サイドだけ開きます。開いたら折り線に従って箱の形にしていきます。今回はこの桜柄で蓋をしようと思いますので、表から見るとこんな感じです。でここに桜色の紙を添えるとより柄が見えやすくなりました。でここにですね、この型抜きパンチで花びらを抜きます。好きな数抜いてください。パチン。楽水とこの色紙の間に花びらを入れます。入れたらこちら箱に仕立てます。で少しね反発が強いですので、この真ん中ここにお好みのシール、今回はちょっと透明のキラキラ分かりますかを貼りますが、お好みのシールをここで留めておくとしっかりとした蓋が出来上がります。で蓋をしたら桜の箱の完成です。